はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は英語の現在完了進行形についてやっていこうと思います。で、今回はポイント含めて7問問題がありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分がポイント説明しながら回答を書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ、聞き慣れない言葉、現在完了、進行形ね。これも新しく中学生に入った単元です。今まではなかったんですけど。なので、もしかしたら、昔のね、勉強し直そうと思ってる方は、聞いたことないっていう方もいるかもしれないんですが、今は中学生で勉強する単元なので、まあそういった、そういったものなんだと思ってね、聞いてみてください。ただですね、まあ、なんか難しそうな言葉使ってるんですけど、実は今まで習った知識を合体させただけです。合体させただけ。何かっていうと、 現在完了形って、今、これ前のね、動画でもずっとやってきましたけど、勉強したじゃないですか。で、進行形って、初めましてじゃないよね。だって、現在進行形とか、過去進行形やってきてるので、それを組み合わせます。で、作り方書いてあるんですけど、ちょっと説明させてください。まずね、その現在完了。まぁちょっと全部書くのめんどくさいので、玄関って書きますけど、現在完了の作り方っていうのは、ハブ。 プラス、過去分子。で、作れましたよね。まあ、これ、はずになることもありますけど、主語によっては。で、進行形でどう作るって言われたときに、進行形って、B 同士、プラス、ING。これで進行形って、作れたわけですよ。この B 同士が、えっと、現在形だから、えっと、m are か で、やれば、現在進行形だし、わずとわを使えば、過去進行形になるっていうものだった。それが、くっついたんです。くっついた。で、どうくっついたかっていうと、この B 動詞こいつって、さっき言った現在形も過去形もあるんですけど、過去分詞もありますよね。B 動詞って。その過去分詞が何かっていうと、B なわけです。B。こいつのね、過去分詞が。で、それが、 ここに入ったわけだから「ハブ」「ビーン」「i n G」ってなることによってここに書いてあるまあ、主語によって「はずにはなるけどね「ハブ」「ビーン」「i n G」で合体した「現在完了進行形」が作れますよっていうなのであんまりこう何んだん肩に力入れずに聞いてください、まあ、ただくっついただけだからねで意味が大事でこれがまあ今までは書いてあるんだけど今までずっと ほにゃららしていますとい,いかい今までずっとほにゃららしていますでこの「今まで」が書いてあるとねこれが目印なんで分かりやすいんですがこいつ省略されることもあるので一応ずっとほにゃららしているっていう意味なんだっていうんで覚えてくださいただただねあるものを表す動詞の時は使えないのでそれも覚えておきましょうでそれが何かっていうと、えー、状態です状態 まあこれもね状態を表す動詞ってなんだっていう話なんですがこれは書いておきますで種類はいくつかあるんですけどあの有名どころねで一番わかりやすいのは多分 like「like」「like」ですこれ好きっていうまあね意味なんですけどこれ状態を表してるのであのここで使えないっていうか ILG にならならいんですよ今までみんな英語たくさん勉強してきたんだけど「l i k ン i n g って聞いたことないはずなの like は ing にならなららいからねで同じような感じであと何個書こうかな、まあ、この辺も書いとこうかえ n ノー、no、だね知っているこれも knowing ってないはずであとリ e とかね住んでる、まあ、リビングっていうとさ、まあ、家の中でリビングってあるんだけど英語の文で作る時には使わないリビングあともう一個ハイリスバー書くかあとワン n t ね欲しい w ワンティングとも言わないわけ だから、こういった単語の時には、まあ、ここで使わないっていうか、ING にならないから使えないよっていうのだけ一応覚えておいてください。で、あとはね、まあ、それを踏まえた上でやっていきましょうと、練習問題を。で、まず一番は、私は2時間ずっと英語の勉強をしていますと。まあ、さっきね、今までっていうのが入ってないことが多いからさ、ないんだけど、まあ、目印としては、一応ね、ずっとあることをしていますよって。 で、これが来たら、あ、現在完了進行形で作ろうかなって思ってください。で、あとは、ここにある。こいつの作り方ね。ハブか、ハズかは主語によってです。今、主語、I だよね。だから、ここに入るのはハブです。I have。で、b は固定ですもん。で、ing のところに動詞何使うかなって。今、何してんの勉強してんだよね。だから、勉強って study でしょなんで、それに ing を作る。 これ入らない自信がある。これ <laughs> 入るかな。studying ね。I have been studying. で、english。で、ここで英語をずっと勉強してますよができた。で、あとは、ここ。2時間。いい、2時間ね。で、これは、現在完了形。で、その継続ってあったでしょあの時の表現と同じで、ほにゃららかんって言いたかったら、for を使うんだよね。 であとは、2時間って表現をしたいから、2が to で時間は hour で複数形にするから2 hours for 2 hours って言えば2時間がね、文の後,、えっと、後ろにくっつけることで I have been studying English for 2 hours って言えば私は2時間ずっと英語の勉強していますよっていうね、終わりです。OK? なので、まあ、しつこいんだけれども、今まで勉強してきた現在完了と進行形が合体したものを、今までやってきた現在完了形みたいな感じで使えばいいよっていう。それだけなんで。だから次疑問形になりますけど変わりません。多くは変わらない。だって、まさきはずっと音楽聴いてますかって聞きたいんですよ。まあ、ずっとってあるからね。現在完了進行形使おうと。で、ハブ e ン ING を使いたい。疑問にするときどうするって、ハブを前に出したんだよね。 で、ここも一緒です。ただ、主語がまさきです。だから、はずです。使うのは。いまさきにははずだからね。なので、前に出てくるのは、はずから始まる。はずまさき。で、ビーンは固定です。ビーン。で、何してんのって、音楽聴いてんだよね。音楽聴くって、リスニングってあんまりリッスントゥーだね。だから、リッスンに ing つけるので、リッスンに ing、リスニングね。で、to。あとはミュージックはあるので。 has さき、been listening to music? ってやるだけです。これで疑問文完成。で、一応ね、疑問文があるので答え方もやっておきましょう。ま、あ同じです、これは。has で聞いてるから has で返す。主語がまさき男の子なので、えっ、ー、と、男の、he で返しましょう。あ、まあ、あまさきって女の子もいるんでね。女の子だと思った方は c にしても丸にしてください。ごめんなさい。自分がちょっと男の子のイメージでやったので、あの、he でいきますけど。yes, he, has. もしくは、no, he, hasn't。まあ、has not でもいいけどね。ピリオド忘れました。これで OK です。ということで、ガンガンいきましょう。次。彼女は2015年からずっと犬を救っていますと。はい。で、今、まあ、ずっとほにゃららしているなので、えっと、現在完了進行形使っていきます。主語が C なので、ここに来るのは has。で、b e n は固定です。 彼女何してるの救ってるんです。犬を。で、救うはね、セーブです。セーブ。えー、っと、この辺書いておこうか。もともとは、これね、SAVE のセーブ。で、ING をつけるので、E が取れますね。取れて ING。saving.she has been saving dogs. で、これで、彼女は犬を救ってるんです。あとは、2015年、こいつね、から。 ほにゃらら間。2時間の間だったら for だったね。えー、ほにゃららからだったら since。これも出てきた単語です。なので、she has been saving dogs since 2015か。これで彼女は2015年からずっと犬を救っていますという意味になります。 さあ、来ました。ラストですね。で、これね、ラスト見たときにね、親って気づいてくれると、えー、配信者として嬉しい。な <laughs> んでかっていうと、これね、どのくらいの間。これ青にしとこうかな。これピンと来たどのくらいの間。これ前回勉強した動画のね、順序で言うと1個前と同じです。これがあったときは何から始めるのって、how long だよね。期間を聞きたいから。こっから始めます。how long? で、この、えっ、ー、と、現在完了進行形は、このどのくらいの間ともコラボしやすいです。ね、どのくらいの間彼を待ち続けてるのこれずっともないんだけどね。ずっと待ってるって意味合いが入ってるじゃん。だから、あ、現在完了進行形でいけるじゃんと思ってください。でも、どのくらいの間も書きました。用意したから。あとは、さっき4番と一緒。普通に疑問文を作ればいいと。で、主語が、お、えっと、彼を。 あと、ま、主語あなただ、言うだね。あなたなので、前に出てくるのは、have が出てくる。have you? で、been は固定です。で、あなたは何してるのって、彼を待ってるんです。待つは wait。で、待ちつ、あと、待つはね、一応書いておこうか。wait なんだけど、wait for 人。これで、ある人を待つと言います。熟語ね、wait for です。で、wait の方に、 えー、ING をつけて waiting ちょっとずれるけどね。で for こっち切った方が。How long have you been waiting for him? って言えば、えー、まああなたはってね主語はそこ省略してるけどもあなたは彼をどのくらいの間待ち続けているのという意味が完成となります。 はい。ということで、今回はね、現在完了進行形でございました。まあ、聞いた時にはさ、難しそうだなと思ったと思うんですよ。だけど、今回この動画通して、今までやったやつのくっつけただけじゃんって。でね、疑問文する時も特にルール変わってないし、How Long とコラボしてるけども、で、これも勉強したものをくっつけただけなので、特に新しいことはないんですよ。に新しいことはない。ただ、こういう意味の時にずっとほにゃららしているっていう。 意味の時にはこうやって作ることによってってここをねつなげておかないといざテストの時にね問題解けることはできないので是非ね復習してもらって自分の力で解けるようにしておいてください。ではえ今回はね英語の「現在完了」進行形やらせていただきました。